サングラスかけたら悪いやつに見えるからこれは右左どっちですか？左。これ左です。左、はい、左です。どうなるのやつだった。初登場会長。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。会長、5年ぶりぐらいで、はい、出ますんで、はい、ちょっと緊張してますね。会長、今から向かう谷口さんとはどういったご関係で？谷口さんとはかなり古いんですよ、はい、いろいろ農業産業も手伝ってあげたり、はい、彼の作っている、夕張メロンとか、はい、紅枕というスイカ、あ、なるほど、これは、夕張では 1,2 軒しか作ってないスイカなんですけど、ものすごい糖度の高いうまいスイカですね。かなりあのファンはいるんですね。なるほど、はい、そういうことで付き合い的には、はい、まあ、2、30年ですかね。長いですね、はい、今ね、夕張の沼の幸区走ってまして、今会長と一緒に谷口農園さんですね、はい、はい、向かっております。ちょっと雨なんですけど、メロンがだいぶ玉が大きくなってるということで、そうですね、はい、ちょっと写生させてもらうと、はい、はい、例年よりちょっと4、5日早いですね。そうなんですね、はい、私もほっかぶりして見に行ったんですけど結構例年にない出来具合のメロンが、畑にいっぱいありましたね。楽しみですね。楽しみですね。外ね、ゴールデンウィーク天気悪かったんで心配だったですけどね。そうですね、うまくね、蜂が飛んでくれたんですよね。ああ、なるほど。で蜂が飛んでくれたおかげで、はい、実がたくさんついたということで。いいですね。私見に行った時にはもう形のいいメロンが畑にたくさんなってましたね。なるほど。初競り初出荷が26です。6ですもんね、はいはい、初出荷が25、初競りが26という感じですね。うちのチャンネルでは結構滝の上地区のメロン農家さんの撮影してるんですけども、今日は沼の沢地区ですね。そうです、ちょっと手前の、はい、手前のですね、はい、沼の沢地区のメロンです。でそうですね、谷口さんはここですね、長芋も作ってましたね。ああ、なるほど、はい、ですんで、メロン、スイカ、長芋、はい、もうこの辺はもうかなり、年季が入ってるっていうんですかね、はい、美味しいものを 作りますよね。やっぱメロンは沼の沢地区が結構農家さん多いですかね、今でも。そうですね、面積的にも沼の沢多いですよね。そうですよね、昔からのやっぱり、場所ですからね、はい、いよいよね、マイメロンの私も1年間で今時期が一番ワクワクですね。はい、そうですね、はい、美味しいメロンをどれだけ消費者の人たちに食べていただけるかという ね、 そうですね、全国にね、やっぱり、はい、ね、味わってほしいですもんね。味わってもらいたいですね。会長が来てくれたおかげで雨止みましたよ。いや、やっぱり晴れ男ですもん。そうです、晴れ男さんですね。ここから見たらさ、何がいそうな玉がゴロゴロなってるんで、どっち向いて、どっちも一番あの谷さんの初出荷に出しそうなメロンで。会長、改めて谷口さんご紹介いただけますか。はい、はい、はい、谷口農園の谷口さんです。夕張では有名な、メロン農家さんです。その前にスイカも作ってますから。あ、そうですね、スイカ、そうですね。ハウスの中入ります。はい、お邪魔します。
ね。素晴らしい。ああもう本当に。ねえ。ここいいとこ仕上がった。ねえ。あと10日ぐらいか。10日ぐらい。うん、ちょうど初出荷に間に合いそうだね。うん、ギリギリ多分間に合うと思うんだ。例年よりやっぱり日持ち早いの。いや同じぐらい。同じぐらい。慣れ的にはすごくいいんじゃないですか。おかげさんでもも。ねえ、週というみたいなものばかりかな。わかんない、取れてみないと。いやー、だけど外観から見ればさ、いいメロンついてるわ。ああ。本当立派ですね。立派でしょ。やっぱりね。天気もいいかったから。そうですね。うん、メロンって言ってあれだからね、作る人の人柄によって違うんだよ。いやいや、もう谷口さんはね、結構可愛いなり、こう可愛がって作るから、メロンもいいメロン作るんだよね。隊長が真剣に言ってくれるから、頑張りますよ。まずね、あの谷口さんのところのメロンを一番最初に見せて、皆さんに消費者にね、見てもらって、店頭に並ばせたいなと思っているんですよ。1年に1回だもん。そうそうそう。ねえ、だからあの消費者の人たちもみんなね、そういうふうに言ってる人多い、うん、やっぱりちょっと高くても美味しいメロン食べたいってね。そうそうそう、はいはい、うん、一粒から何本取ってる？3玉。ああ、早い時期やっぱりちょっと天候の加減あるから、ね、あるから、うん、そうですね。後半になればもう4つ、4つぐらいで、前半はもうずっと3。いや、これだらいいわ。楽しみだ、ほんとね。こっちも楽しみだね。いやいや、ほんと。あの、25日が初収穫ですね。そうです、そうですね。26日が初生育という形ですね。あと11日か。そうですね。多分22、3日頃からもげ出すと思うんだ。6月多くなりますね。青いと思う。そうですね。後半、後半ね、結構ね、大きい玉ついてるしね。ついてるね。なり、天気があったからいかったから。いや、楽しみだわ、ほんとに。で、一応こういうハウスが何棟今あるんですか。今ね、少し減らしてね、30ぐらいしかないんです。30、30棟、それもかなりの量取れますよね。スイカも順調に。おかげさんで、ちょっとね、昨日8入ってる。あ、8入って、まだ玉ついてない。ついてない、うん、あ、そっかそっか。例年より4日早いのか。あ、4日。だから多分、末には出る。玉つき始めるといつぐらいですか。あのね、うん、1週間もしたらもう見えてくる。見えてくる。したら2週間ぐらいでちょっと8000の頃だったらいくらか起こるついてるね。その頃またあいいかもしれない。いいですか。そうですね。紅枕、はい、有名な、はい、食べたい人たら2度3度って食べたいスイカありますんで。会長にはスイカの方で世話になって。なうちメインこれですよ。これよろしくお願いします。スイカってあれですかね、何年前ぐらいから夕張で作り始めたんですけど、メロンよりも。さんが、いや、あんね、うん、スイカ、結構古い時期からあるんだけど、あ、そうなんですか。今、我々作ってる紅枕って10年ぐらいだと思う。ああ、やっぱり全然まだ歴史は浅いですもんね。でも美味しいですよね。うまい。したら、新たにね、スイカの時期になったら。そうですね、ぜひ、ね、はい。ぜひまた、私、シーズン2で行く。そうですね。うちのチャンネルで、はい、そうですね、宣伝させてください。その時はまたよろしく、はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ一応こんなことで、今回の、お披露目って言いますか、うん、皆さんの情報公開という形で、谷口農園の谷口さんに、ご協力いただきました。はい。よろしくお願いいたします。ありがとう。